続きだ。オビトの宣戦布告により開戦した第四次忍海大戦は佳境に入ろうとしていた。ナルトのもとには忍び連合軍の仲間が集い、オビトのもとにはマダラが現れ、戦場は大いに乱れた。オビトとマダラ、二人の力に抗うことは困難を極め、ついに十尾が顕現。そしてオビトはその力を取り込んでしまった。そんなことされたらもう手をつけられないんじゃ。いよいよ窮地に立たされたナルトだったが、そこにかの忍びが現れ、戦況は変化の兆しを見せた。その忍びの名はウチハ・サスケ。サスケさん。もはや無限月読み発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ、まだ俺とサスケがいる。もう二人ならその忠義を取り込んだオビトが相手でも勝てるんじゃねえの。忠義の力とはすなわち陸道仙人と同等の力。並大抵の戦力で傷つけることすら難しい。当時の忍海においてそれができるとすれば、ナルトとサスケ、この二人のみ。しかもライバルで友達の二人の共闘だぜ。めちゃくちゃ熱い展開だってばさ。ここに至るまでそら銃、そしてオビトとマダラの攻撃によって忍び連合軍で多くの犠牲者が出た。ヒューガネジ、君の叔父もその中の一人だ。ああ、もちろん知ってるってこと。その死はあまりにも大きく、ナルトですら一度は喪失感に押しつぶされてしまった。だがその時、手を差し伸べ救い出したのは君の母、ヒナだ。今やナルトは忍界を支えるものとなった。逆もしかり、そのような小さな人ナルトを支えてくれた。クズカゴに入ってし距離を取る。次だ、行くぞ。二人の抵抗、そしてナルトの言葉はオビトの心を次第に追い詰め、溶かしていった。ついにはオビトを無力化させることに成功し、忍び連合軍は歓喜に沸いた。しかし喜びは長くは続かなかった。マダラが十尾の力を吸収し、第二の陸道となったからだ。陸道の力を得たマダラは圧倒的だった。忍びたちは必死に抵抗し、それこそ命を懸け死力を尽くすも、一人また一人と戦える者はいなくなっていく。戦場に絶望が漂い始める中、それでもマダラの前に並び立つ忍びがいた。その忍びとはもちろんナルトとサスケ。マダラに対抗できるのはもはやこの二人のみ。お前では俺を倒せ。俺は陸道のパーガ。俺がお前を倒すんじゃねえ、俺らで倒すんだってばよ。お前をな、マダラ。父ちゃんの姿がまた変わってんな。今度は何が起こったんだ。生と死の狭間、精神空間において陸道仙人と開口し、彼の力を借り受けた。サスケと共に生と死って
二人とも一度マダラにやられ瀕死に陥ったのだ。え、二人とも死んだの？死んではいない。その寸前だったと見た。いや寸前も何も、マジかよ。っていうか二人をそこまで追い込むなんて、宇治葉マダラってどんだけ強いんだよ。アーサの車、ビジュー惑星螺旋シリケン。しかし分かんねえな、なんだってマダラは無限つくよみを成功させたいんだ。さあこの戦いから引き上げる。一進一退の攻防を経て、ナルトたちはマダラを追い詰めることに成功した。だがマダラは止まらなかった。巧みに戦況を操作してついに成し遂げたのだ、無限つくよみを。そりゃめちゃくちゃやべえじゃねえか。忍界が夢の世界に誘われ、残った忍びはナルトら数名。第四次忍界大戦はマダラの勝利で終わったはずだった。はずだった。もう一度チャクラを一つにする。遅い。なあこいつ、強大すぎる力に古に封じられた存在、ウサギの女神、鬼、さまざまな武将がある。彼女は大筒木かぐや。大筒木、またここでその名前が出てくるのかよ。みんな行くってばよ。そういやまだは大筒木の後が行くってばよ。行くぜサスケ、さくらちゃん、アジ様。行け、青田。ガマキチ、ナルト、サクラ、ちょっと梅田。マダラにはゼツという絶対の信頼を置く仲間がいた。無限つくよみの計画を進める影の協力者だった。だが計画の成就を確信したマダラは最後にゼツに裏切られた。絶マダラの真の仲間ではなかった。はるか昔からかぐや復活のために動いていたのだ。無限つくよみを介することで復活に用いるチャクラを集めさせ、そしてマダラ自身はかぐやのよりしろに利用された。あれだけ強かったマダラがそんなことになっちまうなんて。やっとな、このかぐやってのは何の目的があって復活したんだ。かぐやはチャクラの祖とも言われ、初めてチャクラを得た人物でもある。だが二人の息子を出産した折、彼女のチャクラは息子たちに分散してしまった。唯一無二、己だけのものだったチャクラ、それが分散したのはかぐやにとって許しがたいことだ。故に分散した全てのチャクラを取り戻すため、彼女は忍界の地に再び立ったのだ。父ちゃんやサスケ様、みんなこんな戦いを乗り越えてきたの。次に移動だな。まさに新天道地の戦いだった。幾度も押し寄せる絶体絶命の危機を仲間の起点とナルトとサスケの奮闘によって脱し、かぐやは再び封じられることになった。真の黒幕を倒したってことだよな。
これで戦いは終わり。いや、まだ決着はついていないものがある。長きにわたる因縁、いや、つながりの答えを出さねばならない。ナルトとサスケ、二人のつながり、その行く末を。やっぱ、そうなるか。そうだよな。もはや、ここまで来て、互いができることは一つ。拳を交えるのみ。何度も何度も、何度も何度も、傷つけ合い、天を焦がし、地をうがち、叫び、否定し、そして。いい加減、しつこいんだよ。さっさと切られやがれ。おめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ。つながりつながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。ナルト、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。おい、まだかぐやと戦って最後に父ちゃんが拳を合わせたの。遅い。そう呼ぶしかないだろう。サスケさんはサスケさんの中に答えがあって、それを貫き通すために。でも父ちゃんはサスケさんを追いかけて、サスケのために走っていた道は、いつしか忍界を巻き込む道に。仲間を支え、支えられ、つながりを生み、守る。ナルト、その人道を懸命にかけていた。何度も、なんで、お前は、なんなんだよ、お前は一体、なんなんだ。友達だ。いや、そんな、だからお前を。一人になんかしねえって言ってんだ。頑張れ父ちゃん、頑張れ。君は未来を知っている。なぜそこまで。そろそろしまいにしようぜ。この戦いを。これまでの戦いを。時間だ。いい。二人ともボロボロだったけど、最後は一体どうなって。まさに命を懸け己の持つ力を絞り出した二人は、ついに体が限界を迎え、地に並び落ちた。傷つき動かぬ体にあって、互いの胸の内を明かし、それでもなお残っていたものは、それはナルトの純粋な思いだった。天地が変えろうと決して変わらぬ友への思いは、いつしか固くななサスケの意志を溶かし、ついにサスケはナルトを認めるに至った。サスケさんが父ちゃんを。そうか、これで俺の知ってる二人に。これより先を語るは野暮というもの。父ナルトの功績は君の里を見れば明らか。忍びの歴史はなおもナルトと共に流れている。光
までより強く光ってるってばさ。時が来たな。時だまりの前戻ってくるのだ。わあ。よくやった。時代をめぐり父の軌跡を追うことで様々なものが見えただろう。俺、前より父ちゃんのこと分かってた気になってたけど、まだまだ浅かったんだな。でも、なんつうのかな。うん。父ちゃん、すげえかっこよかった。彼の生き様は、人界に大きな影響を与えた。だからこそ、人界の軌跡を元に戻す要ともなる。四つ目の記憶が現れたか。だがどうやら今までのものとは異なるようだ。どういうことだってばさ。詳しくはわからない。実際に確かめてみるしかないようだな。光？ああ、今はまだ人界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい。そんな願いを込めた名前だよ。変かな？いい名前じゃない。ね、光？うちは光。それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつはナナシって名乗ってんだ。親を失い、幼少の頃から大人に利用され、心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意のナナシが新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ。くそ、胸がモヤモヤするってばさ。彼女の生き様は日の光に当たらぬ道。そこに未来はなかった。そして今、人界も同じく光の当たらぬ道を歩もうとしている。光の当たらぬ、暗く、冷たい道を。そんなこと、絶対にさせねえ。ああ、だからこその奇跡だ。君が集めた、渦巻きナルトの奇跡が、皆に光を当ててくれる。さあ、人界を元に戻そう。ああ。渦巻きナルトの軌跡を元とし、結びつきし縁石たちよ。記憶の海原を走り、伝え、広まれ。軌跡よ、ここに復活するのだ。邪魔を。
この加減蹴りをつけてやる。雨の毒じゃしどい。ここだ、よくここだ、行くぞ。遅い、ここだ。この戦いの敗北はお前が作ってきた忍界が破壊されることを意味する。ガキの頃からバカみたいに火影を目指していたお前が自分の手で築き上げたものを壊すことになる。それだけはさせん。お前がかつて俺を止めてくれたように、俺の命がけでお前を止めてやる。しぶといやつだ。お前と違ってこちらは命をかけてるんでな。雨の敵じゃしどい。ナルト、お前はいつまで。行くぞ。それ行くぞ。焼き尽くす。手のかかるやつだ。なぜこうも邪魔をする。忌々しい。何なんだお前は。お前は一体何なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。何なんだ。てめえは一体何がしてんだ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。なぜそこまでして俺に関わろうとする。友達だからだ。うっすらトンカチが。逆に聞く、お前こそ一体何なんだ。まだメルツなどという雑魚に乗っ取られたままのナルトか。それとも。何度も言ったはずなんだがな、俺はお前の友達だってよ。やっと戻れたってばよ。よくやったな、ボルト。俺は今まで何してたんだ。お前元に戻ったのか。何言ってんだ。なぜ戦わん。一体どういうことだ。なんてことだ。計画は順調だったはず。なぜ急に洗脳が解けた。ナナシ、お前か。私は何もやってない。
本当か？他の誰かに情でも移ってやめたんじゃないだろうな。そんなことない。じゃあなぜだ？構わん。あれが失敗してもこの俺がいる限りゼロが有利であることは変わらん。しかしですね、ここまでことを運ぶのにどれだけ金を使ったことか。それより周囲に気を張っておけ。アジト周辺にこの日隠れの物らしき影を複数確認。早いな、もう嗅ぎつけたか。どういうことです？奴らは愚かだがバカではない。我らの存在をつかみ居場所を探ろうとしているのだ。なんと。しかしどうやって。外に出ているゼロの情報など微々たるもの。あちらにもお前並みのやり手がいるのかもしれんな。私並みの。まさか片助先生か。とにかくアジトに近づくやつは迎撃だ。行け。はっ。全てが計算から外れてきている。なぜこんなことに。面白くなってきたな。タアク、本気でやりやがって。お互い様だ。休んでいる暇はないぞ。まだ終わっちゃいない。ああ分かってんよ。行くか。ああ。奇跡の復活はなった。人界は元の状態に戻ったようだ。ふう、よかった。さてこれからどのように動くつもりだ。あれは内葉七氏の記憶か。まだ残っていたとは。初心者は何をすればいいか教えてくんね。何こいつ。なんだ、ただの子供か。中身が丸見えだと対処も簡単。この手の子供は適当に説明書でも読ませときゃいいわね。んだよケチ、なんで教えてくれねえんだってばさ。知ってんだろ、その13ページの内容もさ。なんでここまで食いついてくんのよこいつ。ナナシ。また話しかけてきた。さっきの俺の活躍見てくれたか。私と話して何が楽しいんだか。よ、今日も来たのね。ま、少しだけ付き合ってあげるか。けど、お前も楽しめることがあった方がいいだろ。なんだろう。別に求めてるもんとか、そういうのはねえな。単純に仲良くなりてえだけだ。なんなんだろう、この人。さっきもそんなこと言ってたけど、マジだったのかよ。今までのお前なら嫌がってたじゃねえか。その通りなのに、なんで
自分から協力しちゃったんだろう。あ、そういやよ、ようやく名前で呼んでくれたな。気づかれた。だけど、悪くない気分。なんかあったのか？なんなら相談に乗るぞ。俺たち友達だろ。友達？私のこと今友達って、嬉しい嬉しい。うんだよ、せっかく元気づけてやろうと思ったのによ。ごめんバルト、私はやっぱり忍びが許せない。考えれば考えるほど黒い気持ちが湧き出てくる。でもボルトは助けたい。苦しい苦しい。やっぱそうだよな、あいつが悪いやつじゃねえって思ってた通りだった。苛烈な過去を生き、人として扱われなかったナナシにとって、君の伸ばした手は大層嬉しかったようだな。しかし彼女は憎しみにも囚われていた。その葛藤に悩まされてもいたようだ。ボルト、もう一度聞く。これからどう行動するつもりだ？もう一度話をしに行くよ。彼女は話を聞かないかもしれない。それでもか？それでもだ。話をしなけりゃ始まんねえよ。それにあいつは分かってくれる。だって悪いやつじゃねえんだからさ。信じているのだな。友達だからな。行ってくるがいい。おう。強い子だ。